塗りを。探して買える競馬ブックネットショップ、スマホでも。動画をご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。競馬ブック重賞トーク、今週はこちら競馬ブック日本支局よりお送りいたします。まずは、出演者の紹介です。競馬ブック日本支局では旧車取材を担当している勝塚俊彦トラックマンです。よろしくお願いします。そして、進行は私、研究ニュース編集部藤原由紀でお送りいたします。よろしくお願いします。さあ、今週赤塚トラックマンと一緒に、展望していきますのは、日曜日東京競馬場で行われます第50回フローラステークスグレード2オークストライルですね、赤塚さんね。はい、だいぶ難しいレースに当たりました。はい、まあ、3着までにオークスへの優先出走権が与えられるレースなんですけど、まあ、先ほど難しいという話もあったんですけど、非常に、まあ、混戦メンバーということで、確たる軸馬がね、なかなかこう探すのが難しいということで、まあ、その辺難解なレースですけれども、赤塚トラックマンの、それでは早速予想の方に行ってみたいと思います。はい、赤塚トラックマンの予想です。本命は3枠5番のシングウィズジョイ、対抗が6枠12番フロレットアレイ、黒三角が3枠6番ビアマイダーリ、以下、7枠14番サダムブルーハワイ、8枠16番ながらフラワー、うん、それから6枠11番バンゴール、そして1枠1番マキシマムドッパリ、1枠2番ウィンアキレアと、はい、印を8つ。ありがとう。ちょっと手広くしました。難しい、ね、はい。さあ早速ですが、本命のシングウィズジョイ、こちらいかがでしょうか。まず前提としてね、今回ポイントとなるのが馬場とやっぱ展開かなと思うんです、ね。はい、開幕週ですしね、はい、まず馬場なんですけれども、はい、あの水曜日に調教師何人かとね、ジョッキー、あと JR の職員でね、あの見に行ったらしい、視察行ったらしいんですよね。でそこ視察行ったね、あの小島茂樹調教師にちょっとお話伺ったんですけども、はい、だいぶね、あの向こう上面はね、寝つきが良くて結構タフな状態になってるみたいです。深くてね、ただね、直線は割と走りやすいので、うん、まあ、その見た感じ、本当綺麗な馬場だったということで、その馬場の感じだと、やっぱ前に行く馬がね、いいんじゃないかというような見立てになってます。うん、あと展開はね、やっぱりあんま速くならないと思うんですよね、うん、そんなに明確な逃げ馬っていうのがいませんし、はいはい、まあ、何より今回のメンバーはちょっとね、1勝馬が大半で、はい、2勝馬もね、何頭かいるんですけども、大半のメンバーがもう賞金が足りないと、うん、オークスに向かうためにはもうゼガヒでもね、3着以内を取らなきゃいけない、権利をね、まあ、もちろんね、勝てるならそれに越したことないんですけども、はい、本当最低限3着を狙いに行く、うん、というとね、あんまりね、やっぱ無理に出していけないんですよね。次のオークス 2400m、さらに距離が伸びるので、折り合いもありますからね、まあ、そう、折り合いやっぱね、はい、考えてっていう感じで結果を出さなきゃいけない。もちろんそうですね。そう考えるとね、あんまりペースは上がらないと思うので、はい、なるほど、まあ、そのレースぶりに対する是非はちょっと今あえて喋りませんけども、はい、まあね、大箇所みたいなこともありますからね。まあ、それを踏まえるとやっぱりね、ある程度前に行ける馬を中心に見たいなと思って、シングウィズジョイ、君子乱勝ですかね、3番手から押し切りましたね。そうですね、3番手、 1000m 通過61秒0ですか、あんまり速くなかったんですけど、はい、ぴったりとね、3番手で折り合ってましたし、はい、まあ、直線もね、かわされそうかなっていうところで、後ろが迫ってくるともう一伸びっていう感じのレースで、危なげなかった、あのしぶとさをね、見てる方はちょっとハラハラしたんですけどね、疲れれば疲れるほど伸びる感じでね、本当しぶとさ見せてくれましたよね。うん、まあ、クイーンカップなんかの時もね、3番手から運んで前が空いたんですけれども、はい、そこからね、突き抜けそうでなかなか突き抜けられなかった、じりじりという感じだったので、うん、タイプとしてはね、 1600m よりも 2000m、 これぐらいね、長い方がね、合ってると思うんですよね。うん、まあ、あとは、もうお母さんもね、シングウィズジョイ、シングライクバード、お母さんのやつもフローラセス5着と、お、なるほど、相性のいい血統ですよね、割とこの春先のこの牝馬トライアルに活躍するレース、一族、あと内田ジョッキーがね、何よりこのレース相性がすごく良くてですね、そうですか、過去10年で、はい、7回、参加してるんですけども、はい、3勝3着1回と、3013ということで、ね、フローレース男、相性非常にいいんですよ、ね、というわけでね、まあ、その辺踏まえてこの馬を褒めにしました。はい、そして対抗が6枠12番フローレットアレイ、こちら、担当する、はい、
小島厩舎までですね、はい、こちらが唯一のディープインパクト3区でね。あ、なるほど。これもお母さんのブルーミングアレはクロラセク3着だった、はい、そうでした、はい。まあ、厩舎の取材の感触としましてはですね、あのちょっと体があんまりない馬なのでね、あんまり強い調教をしてこれなかったんですけども、はい、前回のミモザ賞の前に、はい、もうちょっとあまり体を考えずにビシッと攻めたと、うん、まあ、結果2着、うん、まあ、ちょっと敗れてはしまったんですけども、ね、ミモザ賞、ね、見ていただいてた人分かるように、もう途中からねダイヤミランダが動いていく形で、うん、ちょっと残り5波論ぐらいから一気にペース速くなったんですよね。タフなレースになりました。でフロリッドアレ自体もね、あんまりまだ動きたくないようなところで動かざるを得なくなっちゃいましたし、まあ、これ前をこう追っかけて勝ちに行って、はい、まあ、最後わずかにちょっとリアンドジュエに刺されてしまったと、はい、うん、中身としてはね一番強い競馬をしてると思うんですよね。で、まあそんだけ強い調教をして2着に頑張った後なので、やっぱりね体もない馬なので反動っていうのがみんなね気になると思うんですけども、まあ厩舎に聞いてもね体減ることもなく、はい、幸い反動もないと。ほう、何よりねこう暖かくなってきて冬毛なんかも抜けてきてるので、はい、状態はさらに上向いてると。友、うんうん、なんかもねパンとして体がしっかりしてきたということなので、はい、だいぶ感触はいいです。まあ、初勝利までね、まあ、ちょっと時間かかりましたけれども、そうですね、心配以外は崩れてませんからね、この馬ね。まあ、ディープインパクト3区にしてはそんなに切れないので、うん、ちょっとこう決め手がね、若干劣るないので、はい、それでこうちょっと不利を受けてしまったりね、うん、こう勝ち上げられてる部分があったんですけども、まあ、あの初戦9着はね、うちで包まれて平和にならなかったので、はい、それを除けば、本当にまだまだそこを見せていないのでね。枠順もじゃあむしろ6枠10あ、まあ、変に包まれるよりはいいと思います。そうですよ、はい、ディープサンクですしね、はい、小柄ですから前で割と競馬もできますし、うん、クリスチャン・デムロ自身はね 2400m でもバッチリと言ってたぐらいなので、ここでなんとか権利取って、ね、勝利で勝った時に本番でも ね、はい、見たい馬なのでね、決闘的に逆転も十分にあると思います。はい、そして3番手こちら関東馬ですね、はい、はい、ディアマイダーリン、はい、こちらディアマイダーリンはですね、赤松賞を勝って前回フラワーカップ3着、うん、3着ですね、2勝馬で重賞3着もあるので、まあ、今回のメンバーで言えばね実績的には一番いいかな、うん、そうですね、最上位見ていいと思います。はい、まあ、ちょっとねフラワーカップ発馬良くなくて出遅れてしまったんですけども、うん、まあ、勝ったアルビアーナがねなかなか止まらなかったんで捕まえられなかったんですけども、うん、まあ、3着2着とはね、はい、差がほとんどありませんでしたし、ね、はい、これもね賞金加算できなかったんですけども内容としては十分だったと思います。はい、まあ、今回非常に厩舎の方でもねこう話していても状態いいということなので、ね、うん、左回りの東京は2002勝と赤松賞もね、はい、さっとこうなかなか前ちょっと開かないとこあったんですけど、前が開いてからは一気の伸びで、テンダリーボイス、そうですね、アネモネクス勝った馬ですよね、これを差し切ったので、ね、はい、まあ、対戦相手の比較で言えば力的には上位のものがあると思いますしね、まあ、横山ショッキーで東京でということであれば当然ここも有力かなと。はい、はい、そして、4番手こちら710番サダムブルーハワイ、ちょっと穴っぽいところなんですかね、はい、こちら。そうですね、あんまり見てないかもしれないですね、はい、まあ三着候補ぐらいの感じでちょっと打ってるんですけど、まあ、お母さんの湘南タレントはフラワーカップ買った馬でね、はい、あ、湘南タレント、あ、うん、懐かしいですね、はい、両ケースでね、はい、まあ、あのデビュー戦がアンビシャスの4着、うん、その後もね結構相手なりに走って前走なんかもね好意、はい、から抜け出す、もう完勝だったのでね、まあ、あんまり大癖のないタイプですよね、これもね。で相手なりに走れるので、まあ、昇級一勝馬大半のこの組み合わせであればね、ここもそんなに崩れることはないと思いますし、まあ、さっきのジョッキーネタで言うと松岡ジョッキーがねフローラスエース、これも相性非常に良くてですね、はあ、過去10年では9回参加して0144と、はい、勝ち星ないんですけど、3着が非常に多くてですね、はい、あ、3年連続で3着したこともありますよね、キュートエンブレム走ってほしいのブルーミングアレ、はあはあはあ、で去年なんかもちょっと人気ないマイネオラも持ってきて3連単13番人気で去年3着ですね、3連単108万でしたっけ、はい、108万となったということなんで ですね、松岡ジョッキーもこれ外せない、内田ジョッキーと松岡ジョッキーがフローラステックスは要注意ですね。あ、2人から買えば馬券がまあまあそういうことです、はい、そういうことです。よかったですね、今年もね2人とも参加してくれて ね、そういう意味ではね、まあ、さっきも言ったようにこう相手なりにしっかり走れるタイプなので、大崩れはないかなと。怖いですねこの馬もね、ぜひ3連複3連単買う方はね、あ、相手に加えていただきたいと思います。はい、はい、以下、ながらフラワー、バンゴール、マキシマムドパリ、ウィン、アキレアと続きますが、はい、まあ、このあたりやはりながらフラワーがちょっとね外枠の方に、8枠16番になってしまったんですが、この辺はどう見ます。まあ、エルフィンステークスがクルミナルに
食らいついての2着というか、はい、勝2着、前回のスミレステークスはちょっと負けてしまったんですけども、はい、うん、まあ、ボバ相手と道割るということを考えれば、ね、ちょっとタフな、まあまあ9大点というかちょっと多めに見れるかなと、はい、まあ、機会しが期待されるんですけども、今回藤岡雄介ジョッキーがちょっとインフルエンザで、そうなんですよね、急遽川島ジョッキーに乗り換わったと、この辺りもね、まあ、ただ調教を見てる限りね、本当すごいいい動きしてましたし、はい、ウッチウッドでしまい11秒台でしたっけ、はい、11秒9ですよね、こう、ね、出色の時計を出してますし、ね、むしろねこのまま変に内で窮屈な思いするよりは、うん、外伸び伸びと走らせた方がね、うん、エルフィンステックスの時のようにね、はい、いい足を使えるんじゃないかと思うんで、僕はそんなにはね、うん、外枠というのは期待、あんまり気にはしてないです。あとはテンションですよね、こっちに輸送してちょっと来るので、ちょっとねもともとカリカリするようなところあるのでね、そこだけですよね、気配がむしろ枠よりは気になります。その点、はい、シング・ウィズ・ジョイなんかはね、もう東京に遠征してきたこともありますし ね、この辺の経験が強みとなるかなと思いますね、はい、先月ながら私もちょっとお願いします予想ですね。で、このレース、まあ、の傾向ですね、ちょっと見ますと、はい、で過去4年なんですけれども、ね、阪神の芝 1800m のレースを前走で使っていた馬が、うん、まあ、毎年馬券に、過去4年で4年続けて馬券に絡んでいるんですよね。君子蘭賞だ、君子蘭賞ですとかね、まあ、牝馬 の500万の、限定戦だったりもあるんです、まあ、一昨年だとね、ブリューネットが未勝利勝ったばかりで、それがまあ阪神の芝 1800m だったと。で、回収はやっぱり直線が、うん、外回りコースが 1800m、はい、直線が非常に長くなりまして、まあ、この辺り、長くなったことによって東京のコースとちょっと互換性が出てきたのかなというふうに思います、うん、で、はい、面白いのがその、阪神 の芝 1800m を使って過去4年で馬券に絡んだ馬たちの、まあ、枠順をちょっと見ますとね、1枠1番、3枠5番、3枠6番、3枠6番、3枠5番と3枠、まあ、一応1枠1枠だね、1の枠ということで、阪神ね芝 1800m 使った馬をね狙うと、ちょっとね何とも言いますんで、これ内枠に入ったも狙おうと思ったんです。こうしましたらですね、赤塚さんね、はい、その君子蘭賞を使ってここに使ってきた馬が3頭いまして、はいはいはい、赤塚さんの方面のシング・ウィズ・ジョイ、はい、それから1枠1番マキシモム・ド・パリ、1枠2番ウィン・アキレート、みんな内枠に入っちゃったんですね、うん、おなのでシング・ウィズ・ジョイも非常にいいんですけれども、ちょっと、ここではね、君子蘭賞では一番着順悪いんですけれども、ウィン・アキレアという馬に期待していました。で、この馬も非常に前向きな気象で、まあ、コスモバレンチお母さんですね、ドリームバレンチのとかが兄弟、はいはい、お兄さんですか、いますね、結構活躍が出しますよ ね、まあ、前向きな気象がだんなって、チューリップ賞も外枠の方でちょっと行きたがってしまって、足崩しに足を使って、君子蘭賞もですね、バルジュジョッキー一生懸命抑えたんですけれども、一旦前に出て抑えすぎて中段まで一回下がって、うん、そこからもう一回直線で盛り返すように足を使っているということ で、この馬のいいレースをしたなと思ったのが、この勾配ステークスという3走前のレースなんですけれども、はい、外目の枠だったんですが、まあ、我慢して我慢して、息づき我慢して直線にかける競馬をしたんですけれども、はい、まあ、この時勝った馬コンテスタトゥーレにはちょっと届かなかったんですけれども、残り1波論から直線外をぐいぐいと伸びてきました、はい、で、まあね、ちょっとね、まあ、その行きたがる気象がある分、距離 2000m に伸びてどうかなと思うんですけれども、前半からしっかり折り合いつけて我慢して、ね、ちょっと後ろの方でもいいかなと思うんですよね、ロスなく、まあ、回ってきて、で、まあ、直線、まあ、うまくさばければ、まあ、前走、まあ、勝った、ね、シングウィズ・ジョイなんか強いですけれども、このじっくり構えて差しに徹した時 の切れ味っていうものはいいものありますんで、はい、なんとか逆転できないかなと思って、それをまあ一応私はこの馬からこの馬から本命にしました。さあ、予想が出揃ったところで、はい、赤塚さん、馬券の買い方お願いします。非常に難しいんですけども難しいですね。シング・イズ・ジョイとフロレット・アレイを1、はい、2着に置いて 2,、はい、2頭ずつ、はい、あと残りのシルシュッターも3着に置いての、3連単、はい、12点になるかな、1、2着に置いて、そうです ね、はい、この3連単を本線に、はい、まあ、ちょっとあとは抑えで、はい、多分3連複とかでも十分つきそうな気はするので、はい、2等軸の3連複、シング・ウィズ・ジョイとフロレッタレの2等軸、はい、あれ両方当たる可能性があるということですよね。当たる可能性もあります、はい、1、2着に巻く本命対抗がハマってくれれば両方当たりますね。なるほど、はい、ぜひ参考になさってください、はい。
今日出演された赤塚トラックマンをはじめ聖トラックマンの予想、豊富なデータが満載のスマートフォンアプリ競馬ブックスマートもどうぞよろしくお願いいたします。といったわけでお送りしてきました競馬ブック重賞トーク、次回もどうぞお楽しみに。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。